アンパンマンのストライクボーリングだよ。アンパンマンがボーリングをするんだ。アンパンマンがボーリングをするんだよ。こちらの手も動くんだけど、右手をセットしてボールを弾くんだね。ボールはこのパチンコ玉よりちょっと大きい感じのボールを使うんだ。これを投げるんだよ。アンパンマンはこんな感じでセットして投げる場所を変えたり角度を変えたりすることもできるんだ。例にはメロンパンナちゃん、カレーパンマン、アンパンマンに、ドキンちゃん、食パンマン、バイキンマンが描かれてるよ。ここにクリームパンダもいるんだよ。ボーリングのピンは、これを下げて、穴に入れていくことで、簡単に立てることができるんだよ。これを引き上げると10本立ってるんだ。それじゃあアンパンマンが投げるよ。ここかな？このぐらいがまっすぐかな？ナイスストライクだったね。全部倒れたよ。それじゃあ2フレ目いくよ。ここかな？またまたストライク。アンパンマン上手だね。3球目はちょっと変化球を狙ってみるよ。これでどうかな？2本残ったね。アンパンマンはスペア取れるかな？残念。1本残っちゃったね。3フレまででアンパンマンは57点だよ。じゃあ4フレ目はどうなるかな？1本残ったよ。スペア取れるかな？アンパンマンスペアはなかなか取れないね。5フレ目いくよ。今度こそスペア取れるかな？こっちの方から狙うといけるかな？ナイススペア。6フレ目、いくよ。ナイスストライク。今度は7フレ目だよ。1本残っちゃったね。端を狙って、スペア取れるかな？惜しかったね。今度は8フレ目だよ。ナイスストライク。それじゃあ9フレ目いくよ。連続でストライクが出ると点数が伸びるんだけどな。
割れちゃったね。これはかなり難しいけど、端を狙って飛ばせるかな。狙いすぎちゃったかな。それじゃあ最後の10フレ目だよ。アンパンマンは最後何点取れるかな。最初はストライク。1投目がストライクだったから10フレ目はもう1投投げられるよ。2回目もストライクだね。もう一回投げられるよ。最後もストライクでいけるかな。最後は7本だったね。アンパンマンは1ゲーム165点だったよ。なかなか良かったんじゃないかな。アンパンマンのストラックボーリング楽しかったかな。チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。